クランチョ版 Linux とは Linux ディストリビューションである d e ア i a n をベースとした軽量ディストリビューションである。Window マネージャーとして o p e n b u c を採用したことにより、ウルトラモバイル PC などのローエンドなマシンでも軽快な動作を可能にしている。ライブ CD からインストールが可能。2015年2月6日に開発終了がアナウンスされた。 一部の Linux ディストリビューションがクランチョバンを踏襲し、開発が進められている。主だった開発チームは、バンセンラブスとクランチョバンの二つ。クランチョバン Linux は軽量かつユーザビリティの高いデスクトップ Linux を目指して開発されている。GNOME や KDE 等の重量級デスクトップ環境を使わず Window マネージャーの o p ン n b ク x と パネルタスクバーマネージャーであるティント2の組み合わせでデスクトップを構成し起動や終了に必要とする時間は派生元である Ubuntu よりも短い。Ubuntu に標準でインストールされているアプリケーションのうちいくつかが他のアプリケーションで置き換えられており、また Ubuntu インストールには含まれない多くのアプリケーションが追加されている。ライブ CD の部屋が日本語化をしている。 クランチョバン開発終了アナウンスブランスラブスの公式サイトハットクランチョバンの公式サイトありがとうございます。